こんにちは、花城ココアです。今日もビジネスホテルにお泊まりしたいと思います。今回来たお宿は相鉄フレッサイン東新宿前でございます。やっぱり部屋は落ち着くな。そしてなぜね、今回ねこちらのホテルを選んだかと言いますと、例によって朝食バイキング目当てでございます。しかもその朝食バイキングがロイヤルホストのバイキングなの。こちらのホテルの1階にロイヤルホストがあるんですよ。だからそこでね朝食ブフェが食べられるみたい。ちなみにホテルに泊まらなくても普通にねロイホのモーニングバイキングとして利用することもできるんだけども、私さ朝起きれる自信なかったんですよね。泊まりでもしないと多分来ないと思ったので、もう思い切って泊まることにしました。そして今回もですね、じゃん、15時21分チェックインできるすぐの時間にやってきました。その方がねゆっくりできるしね。でね、チェックインしてね今お部屋に入ったんですけど、ここまで来るまでにねスタッフさんと一切ね接しなくてもねいいんですよ。だからねすごい気が楽でしたね。全部機械でねチェックインでしたね。でアメニティなんですけど、1階のロビーに置いてありまして、歯ブラシとかブラシ、化粧水、乳液、メイク落とし、ヘアパック、そしてねエッセンスマスクまで置いてありました。なので私はこれらを取ってきました。で今回泊まるお宿なんですけど、13階建てくらいなんですけど2階のお部屋でした。それでは早速ね汚す前にルームツアーをしていきたいと思います。ここチューブ。はい、まず玄関入りますと左側にお洋服とかをねかけられるねところがありますね。ちょっと暗くて見づらいかもしれないんですが、ハンガーがめちゃくちゃたくさんと、あと荷物を置けるやつとかスリッパが置いてあります。お部屋に入りまして、左側こちらがパカーン、ユニットバスになっております。まあいわゆるビジネスホテルのユニットバスっていう感じですね。お手洗いがあって、洗面台、そして大きな鏡、バスタオルにタオル、ドライヤー、うがい用のコップ、ハンドソープ、そしてこちらのバスルームにはシャンプー、コンディショナー、ボディーウォッシュがあります。全体的に広くはないけど、このね、浴槽自体はね、奥行きがあってね、めちゃくちゃ広そうな感じです。という感じで、ビジネスホテルにね、よくあるタイプのユニットバスなんじゃないかなって思います。バスルームの向かい側は、大きな全身鏡になってます。ちょっとね、ここの奥行きがないから、全身映らないんだけど、すごい大きいですね。しっかりと全身が映る鏡になってます。はい、ではお部屋に入っていきます。お部屋に入って左側、じゃーん、ベッドルームでございます。今日一人で泊まるんだけどね、鍋が館内着2つありますね。私はねサイズ的な関係で着ることはないと思いますが、セパレートタイプの館内着となっております。だからパジャマ持ってこなくても全然大丈夫ですね。そしてね、なんかねベッドの上がねすごいねおしゃれな絵画っていうの、これなんていうの、なんかおしゃれになってます。とりあえずおしゃれな四角いもの。そして枕元がこんな感じです。枕がね2個ありますね。時計と各種スイッチ、このスイッチはね照明のスイッチですね。お、これはエアコンか、えい、エアコン暑いのでつけます。あとはコンセントがあったりとか、館内のお知らせとかがあります。なんかさ、めちゃくちゃおしゃれじゃない、照明、枕元の下から出てくる照明がめっちゃおしゃれ。そしてベッドのこっち側には長机があります。机の横にはね空気清浄機もありますね。テレビがあります。これはね私がね持ってきたアメニティなんですが、こちらは鏡とティッシュ、あとコンセント、 USB のね差し込み口もありますね。内線の電話とメモ帳、お、ここにデスクランプって書いてある、こっち、おー、電気がつきました。椅子があるので、ここで私は今日晩酌をすることになるでしょう。引き出しの中は、防災の書類とかランドリーバッグとかが入ってます。下のところに、グラス2個とカップが2個、ケトルもあります。そしてこちらの横、パカーン。ありました。冷蔵庫でございます。コンパクトだけどたくさん入りそうです。大都会新宿っていうことで、比較的にコンパクトなお部屋かなっていう感じがするんですけども、ベッドもさ、2人で寝ても十分なぐらいに広いし、すごい快適に過ごせそうです。そしてなんといっても大都会新宿でしょ？新大久保にも歩いて行けるし、新宿にもね、もちろん歩いて遊びに行けるから、めちゃくちゃ交通の便がいいと思います。東新宿駅の出口からすぐのところにありますからね、駅からすぐに来れるのもいいなと思います。そして今日さ、せっかくの新宿でしょ、新大久保までも歩いていけるし、そっちの方でご飯とかも食べられたらいいなって思っ
ったんだけど、あいにくね、この後ね、豪雨なんだって。どうしようかな。今んとこね、まだね、雨降ってないんだよな。東新宿って数年前までめっちゃくちゃ来てたんですよ。しかもこのホテルのすぐ近く。だからよくね、ここはね、通ってた場所なんですよね。だから馴染みがある場所でもあるので、雨が降る前にね、久しぶりに懐かしの東新宿をお散歩でもしていこうかなと思います。で、夜ご飯を買って夜ここで晩酌をするみたいな、そんな感じでいきましょう。さっきも言った通り、今日は朝食のロイホのバイキング目当てですから、まあそれに備えて早めに今日もご飯とか食べちゃいたいと思います。とりあえず雨が降る前にお散歩に行ってくるか。東新宿お散歩ってめっちゃシティガールじゃない。はい、お外に来ました。うわー、この感じ懐かしい。よくね、この辺のね、ライブ会場で定期ライブしてたんですよ。だからね、この辺よく来てたの。なんかここにレストラン街みたいになかったっけな。今日も今日とて何も食べてないから、こいつなんか食べよっかな。お腹空いたし、まだ4時でしょ、絶対お腹空くもんな。もうランチやってないから結構閉まっちゃってるな。なんかやってるとこないかな。美味しそう。やばい、めちゃくちゃ迷子。なんか見知った土地だから調べなくてもなんかしらあるだろうとか思って歩いてるんだけど、今私は何を食べていいかわからない。めっちゃ途方に暮れとる。弥生県とかあるけど、弥生県とかにしようかしら。ご飯迷子。何を食べていいかわからなくてずっとうろちょろしております。本当にただの新宿の散歩になってる。今ならわかりますよ、井の頭さんが毎回何食べよう何食べようってうろちょろしてる気持ち。今まさにそんな感じだもん。ここに決めた。バーミヤンに行くことにしました。なんだかんだで久しぶりにバーミヤンに来ました。結局ね、チェーン店が安心するっていうね。で、バーミヤン自体はすごい久しぶりに来ましたね。お酒もあるので今回お酒も注文しました。ここチューブ。はい、来ました。餃子とマグロの韓国風みたいなやつ、あとはビールの中瓶を頼みました。あ、美味しそう。中華屋さんに来るとなぜか瓶ビールが飲みたくなるんですよね。これわかりますかね。普段はね、生ビール派なんだけど、なぜか中華料理には瓶ビールっていう感じがする。っていうか瓶ビール自体もめちゃくちゃ久しぶりに飲んだな。まさかね、バーミヤンでマグロが食べられると思ってなかったのでびっくりしました。味付けは八角が効いていて中華風になってました。すごいね、美味しかったです。皆さんは餃子を食べるとき何をつけて食べますか？今回私はお酢とたっぷりの胡椒で食べました。酢胡椒ですね。以前孤独のグルメで井の頭五郎さんが餃子を酢胡椒で食べてるのを見て、そこからですね、酢胡椒で食べることが多くなった気がします。でも気分によるな、その日によって変わる。たまにラー油とお酢の時もあるし、醤油とお酢とラー油の時もあったりとかもします。この日は酢胡椒です。それにしても瓶ビールなんて美味しいんでしょうか。生ビールと違って瓶ビールだとちまちまと飲める感じがいいですよね。継ぐたびに新鮮なものが飲めるみたいな。とは言ってもね、この時もそうだったんですけども、そんなちまちまとビールが飲めるわけもなく、自分で手酌をしてたくさん飲んでしまったわけですよ。まあ喉乾いてましたしね。で、雨が降りそうっていうこともあってか、湿気がすごかったんですよ。だから余計にジメジメしててね、喉が渇きました。まあ暑くてもジメジメしてても寒くてもお酒は結局美味しいんですけどね。そんな感じでたくさんビールを飲んでおります。はあ、美味しい。おや、瓶ビールがなくなってしまいました。最後の一滴まで飲み干します。そんなわけで2杯目は黒霧ボールです。黒霧の炭酸水割り。あとは特製マヨネーズで和えたエビマヨを注文しました。はい、来ました。いわゆる焼酎の炭酸割りですね。さっぱりしてて美味しいんですよ、これが。で、これがエビマヨです。エビマヨって聞くと大皿でたくさん来るようなイメージがあったんですけども、一人飲み用にね、ちっちゃいサイズのものがあったんですよね。すごいありがたかったです。ま
まあ大皿もね余裕で私レベルになると食べきれるんですけども、やっぱりいろんな種類食べたいじゃないですか、女子なんで。そう、一応女子なんです私。なのでこういうね一人分のメニューがちょこちょこっとあるのはとっても嬉しいです。ありがとうバーミヤン。はい、ということでごちそうさまでした。いやーなんかね居心地が良くてね居座ってしまった。じゃあこの後はコンビニ行って今日の夜に晩酌するものを買っていきたいと思います。まだ雨降ってなかった、よかったよかった。近くにローソンがありそうなんでローソンに行きます。ただいま。はい、ということで帰ってきました。思いのほかバーミヤンでまったりしちゃって、もうねすでに6時になりそう。そんなわけでね時間が経つのは早いなっていう感じなんですけど、ローソン行ってきました。とりあえず麦茶飲みます。あー美味しい。よし、じゃあとりあえず買ってきたものをね冷蔵庫の中に入れますか。お風呂に入ってから晩酌しようかなと思ってるんだけど、その前にねじゃん、ローソンから新しく出た唐揚げくんならぬ海からくんっていうのがあったんで、これをねあったかいうちに食べちゃいたいと思います。バーミヤンでもねたらふく食べたんですけど、コンビニ行ったらねつい買っちゃいましたね。じゃあまずはフィッシュタルタル、気になってたんだよねこれ。見た目は唐揚げくんみたいな感じですね。うーん、おいしい。なんかフィレオフィッシュっていう感じ。中にねタルタルソースが入ってんの。うん、美味しい。なんてことないさ、こういうのが幸せですよね。バーミヤンだってわざわざビジホに泊まってまで行くところじゃないと思うんだけど、こういうのがいいのよ。うん、なんかねフィレオフィッシュっぽいんだけど、フィレオフィッシュよりも体に優しい味。エビマヨネーズ、こちらも見た目は唐揚げくん。ん？そういえば私さっきバーミヤンでもエビマヨ食べたわ。エビマヨネーズって聞いたらさ、エビがプリプリっと入ってるイメージじゃないですか。エビと魚で作ったらしいんですよ。だからすり身感が強い、そんなにエビエビしてない。ふわっふわで中にねマヨネーズが入ってる感じですね。なんだろうこの感じ、非日常なんだけど日常っていう感じなの。非日常と日常の間、なんかねふわふわした感じ。うん、今日結局雨だって言ってるんですけど、まだね雨降ってないし、いつ雨降るのっていう感じ。まあ雨の中ね出歩くよりもね全然いいんですけど、明日の帰る頃に雨が降っても嫌だなって思ってみたりとかしたり。ごちそうさまでした。じゃあね6時回りましたんでね、お風呂に入りますか。よっこらしょっと。ということでお風呂から帰ってきました。いい湯でした。といってもユニットバスだから今日はねシャワーしかしてないんですけどね。うわー、あーすっきり。なんだかんだねムシムシしてましたから。じゃあこのアメニティでいただいた顔パック、これやりたいと思います。エッセンスマスク。普段家にいるときはあんまりこんなに早くねお風呂に入んないんですよ。だいたい早くても10時ぐらいとかに入るから、早い時間に入るのすごい特別感があっていいですわ。最近結構大浴場があるところにね泊まることが多かったから、部屋のお風呂に入ること少なかったんだけど、部屋から出なくていい状況、これがまたいいですね。めちゃくちゃ気持ちいい。もう眠いもん、もはやもう眠い。なんかさ毎回さビジホ泊まるたびにルーティン化しちゃって、だいたいパターンがさ一緒になってきて、だから今日はさいつもと違うことやりたいなと思って、インスタで皆さんからのねお悩みをね募集したの。だから今日はさお酒を飲みながらそれに答えていくっていうのをやっていこうかなって思ってます。まだね皆さんからねどんなねお悩み相談が来てるか分かってないから、すごい楽しみですね。まあといってもね私人生経験豊富っていうわけでもないから答えられるかは分かんないんですけどね。でもこういうお泊まりの時ってさ女子会的な雰囲気がさ楽しいじゃないですか。皆さんにもね私と一緒にね泊まってるようなね感覚にねなってもらいたいなと思って、今日はそのような企画をやろうと思ってる。じゃあ髪乾かしますね。シャワーの水圧は良かったんだけどね、いまいちこのドライヤーは勢いが足りないかも。まあ頑張って乾かしますわ。変な顔。
もうこれ外しちゃおう。すっきり。結構私ね、毛量がたくさんあるのでね、乾かすのにめちゃくちゃ時間かかってます。うん、こんなもんでいいか。この後ね、皆さんのね、お悩み相談コーナーをやろうと思ったんだけど、晩酌しながらやろうと思ったんだけど眠い。でもさ、今7時過ぎなんですけど、今寝たら中途半端な時間に起きて逆に夜更かしをしてしまうような気もするんだよね。明日ね、ロイホの朝食バイキングが朝の6時半からなんですよ。だから遅くても朝の6時には起きなきゃいけなくて、朝逆に起きれなくなるような気がするんだよ。ということで仮眠取ります。ごめんなさい。じゃあ一旦皆さんおやすみなさい。また後で。おはようございます。今ね21時30分ぐらい。あー、ちょっと寝たらね、すっきりした。よし、起きるか。すごい顔、髪の毛ボサボサじゃーん。それでは晩酌したいと思います。なんかね、寝たからね、すごいスッキリした。本搾りプレミアムです。5種のみかんと愛媛産甘夏、夏っぽいでしょ。そしておつまみがこちら、サラダチキンに見せかけてホタカマスティックです。ホタテのカニカマみたいな、そんな感じ。あと20円引きのおにぎり。乾杯。そんなに甘くなくて美味しい。じゃあこのホタカマスティックを食べますか。ここでさ、皆さんのさ、お悩み相談会をやりたいと思う。はい、すごーい、たくさん送ってくださった、ありがとうございます。美味しい。ココチューブ。今さ、皆さんからいただいたさ、質問を見てるんだけどさ、ドカ食いがやめられませんとか、妊婦に間違えられたりむくみがひどいですとか、痩せたいのに食べちゃうんですとか、そういうね、お悩み来てるんだけど、そういう悩みはさ、痩せてる人に聞いた方がいい気がするけどな。160センチ、70キロ、30歳です。太ってても未来は明るいでしょうか。160センチ、私157センチでしょ。70キロ、私体重130キロ。30歳、私36歳。太ってても未来は明るいですか。それ言われちゃうと、それよりも太ってて年がいってる私の未来は明るくないみたいに言われてみたいに見えちゃうんだけども、まずさ、未来の明るさとさ、太ってることってあんまり関係ないと思うんですよね。スタイルが良くたって楽しくない人もいるかもしれないし、太ってても楽しい人いるかもしれないし、なんか幸せと太ってる太ってないってね、全然関係ない話だと思うんですよね。もちろんね、人によっては細い方が幸せに感じるっていうのはあると思うんだけど、年齢と体重で幸せって測れないから、未来を明るくするために今を生きたらいいんじゃないでしょうかね。もちろん未来の幸せも大事だけど、過去の未来が今なわけだから、今も幸せじゃないとね、意味がないよね。生きる意味がわからないです。好きなこともなくて人を信じられないです。生きる意味わかる方って逆にいないんじゃない、世の中に。生きる意味がわからないから頑張ってみんな生きてるんじゃないですかね。好きなことなくてもいいんじゃないですか。みんなさ、好きなことがないとか趣味がないとか言ってるけど、別になくてよくない。まあ、あったらあったで楽しいかもしれないけど、好きなことがないわけじゃなくて、多分ね、好きなことにね、気づいてないだけだと思うんですよね。だからわざわざ好きなことがないって思わなくてもいいような気がするけどな。人を信じられないですっていうことなんですけど、何に対しての人を信じられないかわかんないけど、別にこれも無理して人を信じなくていいと思いますよ。人を信じすぎてさ、壺とか買っちゃったりとかさ、するわけじゃないですか。だからちょっと警戒心がある方がさ、今のご時世はいいかもしれないよ。交際中の彼と結婚して良いのかどうか。ココアちゃんは結婚する前に全く悩まなかったんですか。私はあんまり悩まなかったかな。むしろ早く結婚しないと他の人に取られると思ったかも。やりたい仕事が見つかりません。何かアドバイスください。やりたい仕事を見つけるのも難しいですよね。そもそもやりたい仕事を見つけてさ、やりたい仕事をしてる人ってこの世の中に何パーセントいるんですかね。やりたい仕事がある方はね、やりたい仕事に向かってね、突き進めばいいけど、やりたいことがないと何を頑張ったらいいかも分かんないですもんね。だからやりたい仕事がない人こそ、資格を取ったりとか勉強したりとかして、いざ自分がやりたい仕事が見つかった時にその仕事ができる準備をしといた方がいいかもしれない。なんかやってたらやりたい仕事見つかるかもしれないしね。さあ、おにぎりも食べよう。鮭とごまのおにぎり。
あとね、これも多かったですね。毎日の夕食メニューとか献立を考えるのがすごい大変という方も多かった気がする。私は夜の献立は家になんか材料があるときは家にある材料を見て何を作ろうかって決めたりとかするけど、食材が家になくてこれから買い物を行って献立を考えるっていうときは旦那くんの意見も聞くんですけど、ほとんどね自分が食べたいものを作ってる感じがします。例えば今日は餃子が食べたいってなるじゃないですか。そしたら餃子作るんだけど、その他の副菜どうしようって考えたときによく使う方法が餃子献立で検索するの、画像検索するの。そうすると餃子と副菜とかがある写真がねたくさん載ってるから、その中で、あ、餃子とこの組み合わせっていいんだとか、あ、なるほどこれを作ってみようとか、そんな感じでね献立はね写真で検索することが多いかも。あとは普通にお昼に見た3分クッキングで美味しそうだなって思ったやつとか。人見知りでママ友ができません。どうしたら友達ができますか？友達ができないって時は、その時は別に友達がいらない時期なのかもしれないから、無理してね友達を作んなくてもいいと思いますけどね。でもどうなんだろう、ママ友だとまた違うのかな。結婚願望がないのに周りの親戚や友達から結婚迫られてしんどい。これめちゃくちゃわかる。なんか友達とかにはあんまり言われないんだけど、親戚ってなんであんなに言うんでしょうね。特にさ、お盆とかでみんなで集まったりとかするとさ、誰々ちゃんは結婚したのに誰々ちゃんはまだかとか、誰々ちゃんは一人目生まれたのに誰々ちゃんはまだかみたいな、そんな話しがちなんですよ。私もね、大体親戚に会うとね、子供は産まないのとかにすっごい言われるんですよ。もうスルーするしかないですよね。そういう価値観だからもうしょうがない。自分にないものを持ってる同僚や友達と己を比べてしまって勝手に自己嫌悪をどうすればいい？私はね、自分ができないこととか持ってる人に惹かれやすいから、ほとんどね仲良くなる子は私に持ってないものをたくさん持ってる子が多い。そういうね、自分に持ってないものに惹かれやすい。ただそれをね、自分では自己嫌悪と思ってないかな。友達とかの方が優れてるものもあるかもしれないし、その分自分にもね優れてるものがあるかもしれないから、そこはね友達とね比べたりとかはしないです。まあでも仕事の能力とかはね比べやすいですよね。世の中にはさ、自分よりすごい人だらけじゃないですか。私は優れた人間じゃないから、世の中のほとんどが私よりも優れた人なんですよ。だから何か自分がこれだけは自信があるっていうものを持てば、他のことで他の人よりも劣ってても自信がつくんじゃないかなと思います。別に同じジャンルで比べる必要はないですからね。他のところで秀でてればいいわけですから。夫がいるのですが、推しが好きすぎて推しと結婚したいです。それは面白い。私もね、目の前にサイキテルが来て好きだよなんて言われちゃったら、まあサイキテルと結婚しますよね。旦那に毎日トドみたいやなって言われてイラクスッと笑える返答ありますか？いや、ひどいよ旦那さん。いや、こんなこと私言われたらこう答えますね。そのトドを選んだのはあなたでしょって。奥さんをけなすってことはさ、自分の見る目がないってことを言ってるようなもんですからね。自分が選んだ奥さんなんだから悪く言うね。ねえ、ひどいね。ごちそうさまでした。そしてココアちゃんのお悩み相談室でした。全然参考にならなかったよね。寝る準備でもしますか。歯ブラシ、よし。明日のロイホーバイキングに向けて眠りたいと思います。それでは皆さん、また明日。おやすみなさー。おはようございます。なんとかね起きましたよ。今6時10分ということで、ロイホのモーニングバイキングがあるので、今から着替えたり準備していきたいと思います。まずはコンタクトをつけるか。いやー、よく眠れましたね。なんか大通り沿いなのにすごいね静かでした。チェックアウトがね11時なんですよ。だから朝食を食べたらもう一回寝ようと思う。はい、ということで着替えました。で、朝食会場は1階のロイヤルホストなんですけど、チェックインの時にねこのようにね朝食券いただいたので、これを持っていくみたいです。では行ってきます。一回外に出ないとダメかと思ったんですけど、ホテルからね直結でそのままロイホに入れました。バイキングのラインナップはこちらです。ロイホってもともと通常の営業でもドリンクバーはあるから、ドリンクバーはねおそらく通常の時と同じものなんじゃないかなと思います。そしてこちら、今回一番のお目当てのパンケーキ、
ロイヤルホストといったら私の中でパンケーキのイメージがめちゃくちゃ強いので、このパンケーキが食べ放題っていうのはね、すごいありがたいです。意外にね、種類はそんなに多くなかったかな。でも一通りパンもご飯も揃ってるよっていう感じでした。はい、私が持ってきたのはこちらです。パンケーキはもちろんスクランブルエッグにハッシュドポテト、お魚、そしてサラダとスープとマンゴーなんちゃらジュースを取ってきました。あんまりないよね、マンゴーなんちゃらジュースって。それではいただきます。あー、美味しい。一応今回もベジファーストということでサラダから食べております。で、6時半から来たからですね、私以外にね2組ぐらいしかいなかったですね。やっぱり朝一に来るのがいいのかもしれないですね。朝食バイキングはホテルに宿泊しなくても来れるみたいなんですけども、私が滞在している時間の中では一人ぐらいしかいらっしゃらなかったかな。ほとんどの方が宿泊の方でしたね。もしかしたらもうちょっと遅い時間になったら普通に一般の方も入ってくるかもしれないです。そういえばこのさっき食べてたハッシュドポテト、めちゃくちゃ美味しかったです。朝マックのハッシュドポテトよりも好きかもしれないっていうぐらい美味しかった。そして焼き魚がね2種類ありました。普段あんまり私焼き魚食べる機会がないので、朝食ビュッフェでね焼き魚があると必ず取ってきます。2種類あるのはありがたいです。それだけじゃなくて、おしんことか明太子とかもあったんですよね。ご飯のお供もたくさんあるのは意外でした。ロイホと言ったらパン、パンケーキみたいな洋風なイメージがあったんでね、ご飯があるのはご飯派の人にも嬉しいんじゃないでしょうか。さあ、いよいよこの朝食バイキングと言ったらこのスクランブルエッグ、自分では作れないぐらいにトロットロなんですよね。思わずたくさん取ってきちゃいました。で、今回宿泊した時に思ったのが、ほとんどのお客さんが海外のお客さんでしたね。というか、ここのところビジネスホテルに泊まると大体海外のお客さんばっかりですね。宿泊代もね、ここ何年かで上がってるような気がするから、まあしょうがないのかな。そして今食べてるのが今回の一番のお目当てのロイホのパンケーキです。私が大学生の時、こちらの店舗でロイヤルホストのパンケーキ食べ放題っていうのをやってたんですよ。だから友達と一緒にね来た思い出がありますね。そんな思い出のロイホ、今までずっと朝食バイキング来たことなかったので、今回本当に来れてよかった。はい、ということで2週目でございます。2週目はやっぱりお目当てのパンケーキで、私は甘いパンケーキよりもしょっぱいパンケーキがいいので、自分でねモーニングプレートを作ってみることにしました。ということで、私が作ったモーニングプレートはこちら。しょっぱいパンケーキって美味しいですよね。何気にトロピカルアイスティーみたいなのがあるのも嬉しいです。ということで、お気に入りのハッシュポテトとまたパンケーキをいただきます。一時期世の中がパンケーキ食べたい、パンケーキ食べたいみたいなパンケーキブームが起こったじゃないですか。その時も私あんまりパンケーキそそられなかったんですけども、そんな私でもハマってしまいました。締めにねカフェラテをいただきました。それとヨーグルトとグラノーラと、その上からブルーベリージャムを乗せたものを作ってみました。グラノーラとヨーグルトを朝から食べるのってすごい憧れません？意識高い系みたいな。そしてね、久しぶりに食べたグラノーラがねめちゃくちゃ美味しかったんですよね。なんかアサイーボールとかの中に入ってるようなグラノーラで、これハマりそうだなと思いました。そんなわけでゆっくりと朝食ブッフェ過ごさせていただきました。ごちそうさまでした。はい、ということで朝食から帰ってきました。あまりにもね居心地が良かったんで、もう8時ぐらいでございます。そんなわけでまだ8時、チェックアウトまで寝るしかないということで、私は今からまた寝まーす。では皆さん、またおやすみなさーい。はい、ということで改めておはようございます。10時24分、まもなくチェックアウトの時間なので、私もこれにて帰宅をしたいと思います。ココチューブ。はい、ということで今回は相鉄フレッシャーイン東新宿駅前にお泊まりをしてみました。すごい静かで快適に過ごすことができました。新宿っていうことで交通の便もいいので、皆さんもぜひ泊まりに来てみてください。この動画が面白いと思ったら
グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。